ははいこんにちは大竹誠ですえ今日はもう11月の1日月曜日、はい、今日のパートナーは「はい静かな静かな里の秋」「大瀬戸に木の実の落ちる夜は」 こんにちは、朝林真可姉のえりこです。妹の美穂です。いい歌だね。ええ、肩巻き、ちょっと一年に一回は歌いたくなるんですよね。おせどって。おせどって。どこ。で、ど、土間の辺り。とかだったかしら。じゃなかったかしら。あ、またちょっと危ない。あの、一回調べたのに。あ、そうなの。はい。慶太郎君、どこ。いろり。いろりの。いろりの。なんか。いだって、お、おせどに。 いろりに木の実が落ちる?。こう。そう、なんかね。えっとね。あ、だから、裏、家の裏口。裏口のことなんですかね。ドマじゃなかった。じゃない背中の扉の。口ドマじゃないじゃない。すいませんでした。ご裏口の方。家のだから、勝手口っていうか、裏門の方に。落ちた音がちょっと遠くで聞こえて。あ、でもね、裏門って言ってもね、そんな大きな家じゃないだろうからね。ああ、だから。想像できる家はね。もしかしそうですね。はいはいはい。

まあ、選挙あすごかったね,、うん、ねあいろんな意味ですごかったね、はいえー、チャンネルをザッ,ザッピングしながら見てましたけども今日は、ね、いろんな方が、ね、森永さんも来るし、えーはい、フリーライターの畠山さんって方も、ねはい、選挙衆院選から何が見えるのかとか、はい、番組のそこここでこの選挙にね皆さんが触れていただけるんですけども。えーはい まあ、オープニングはちょっとゲストの方もお見えになるんで、はいはい、ちょっと時間が短いんですけども、はい、最初になんか、まあ、こうちょっとなんていうのかねまあ葬論は皆さんにねお聞きするとして、はい、頭で、はい、慶太郎君はいえといろんな人が落ちたり受かったりしてたね、はい、という話をちょっとしてもらおうかね、はいまあ、各市域は自民単独過半数という、はいまあ、大きな見出しが踊ってるんですが。 まあ自民党がまあ議席を減らしましたけどまあ15を減らしたにとどめ立憲民主党、そしてまあ共産党も伸びずというまあ逆に議席を減らすという形になって日本維新の会が31議席増やして41議席を獲得という形になったんですが今回、大物の落選が結構目立ってるんですよね。自民党の まあこれ小選挙区での話ですけど、甘利明さんだったり、うんはい、あと香川一区ですね、うん、平井前デジタル担当大臣だったり、岩手では小沢一郎さんだったり、うん、え大阪では立憲民主党辻元清美さんだったり、うんはい、あと自民党。 これ東京ですけど石原伸晃さん、うん、そして広田さん兄弟ですねてるさんは残念ながら落選で広田さんは比例復活して、うん、えあとまあ何かと話題でしたのは桜田元オリンピック担当大臣も小選挙区では落選して比例で復活してで秋田の元法務大臣こちらもまあちょっと不明瞭な答弁でえ物議を醸しました金田勝利議員も、うん。うん 小選挙区でで落ちましたけど比例で復活と、うんまあ、なかなかこう、うんうん、知った名前が選挙区で落ちたというね,ね<ー>ニュースがたくさん流れてきましたね<ー>あ、ね、まあ落ちたら落ちたでこうそうかと思えばいいんだけどこれがね中には比例で復活するっていうのがね、はい、この国の選挙システムがね、うん、ま,あまたこれゾンビみたいな、ね、ことをみんな言ってるけども <laughs> <う>微妙なとこだなと思いつつ。 あとは全体的にはあれだねまあ自民が過半数っていうのと、はい、それから維新が思いのほか伸びたというニュースが伝わってきたね維新が伸びた理由については、はい、もうなんか分かんないっていう人が多かったね、はい、<laughs> 理由が分かんないっていう人が多かったね。ただなんかこの番組で 前に高村薫さんがお出になった時に、はい、あのいろいろこう日本の現状のことについてお聞きしたんだけど、はい、その時、えー、大阪の吉村さんはどうですかみたいなことを聞いたら、はい、いやあのとってもいいですよという<ー>、まあ、東京にいたらちょっと意外な答えが返ってきたんで、うん、ああそうか関西地方っていうのはそういうことをちょっと思ったりしてるのかなと。うんうん その時は思ったんだけど、はい、それがこんなふうに票が伸びるとはね、はい、えちょっと思いませんでしたね<ー>はいはい、えー、っと詳しい内容についてはいろいろな方に今日は森永さん一人に、はい、先ほども申し上げたように、えー、お話を伺いたいと思います。はい えー、あとあれね、本当よ、まあよみ、聞いてる皆さんには余談になっちゃうかもしれないけど、ヨネちゃんが通ったね、室井さんの旦那様とね、ヨネちゃん泣いてたね、別にどうだたみたうで、ね、<laughs> あれでいいんだけどね。 二、えー、人三脚でっていうね気に、ねはい、なことをおっしゃってましたね。ってますはい、えと報告ですけどもなんかあれだねもう一つこの番組は11月3日、はい、あさってが浜祭りですね。はいはい、浜祭りで、まあ、いろんなことをやったりするんですけどオンンライになるんですね基地、ね、と出るか京都出るかこれもよく私には分かりませんけど <laughs>、ねね、でも皆さんのおかげであのうん。はいえー ゴールデンラジオエロジジドンブリ、婚欲ジジ婚欲、何ですかたちも入れていただいて、あれは一度完売になりました。ありがとうございます。そして追加注文をしたんですが、その追加注文も完売が近くなるということで、再再注文をかけようかというふうに、まあまだ11月3日前ですからね、スタッフ並びに。 えこの番組の全体のトーンとしてそんなことを考えているそうです。よろしいですかそれ、はい。はい、はい。まあの予約販売は続いておりますので、浜祭りのホームページにあります浜祭り公式オンラインショップかえお電話でも購入できます。文化放送ショッピングこの二か所で販売されております。文化放送ショッピングまあ改めて電話は零三三四三三二九三三です。 でこの文化放送ショッピングのウェブサイトからも買えますので是非、うんうん、とも婚欲じじいラーメン丼もう本当皆さんありがとうございますね。 こんなに買っていただけるとは思ってもおりおりませんで。私たちももうドン引きできると思ってます。番組対たね。まあくだらないで、まあくだらないまあいいか。内側をね。はいはい。皆さん混浴しているので、大竹さんとパートナー。ええと番組も驚いてますが、局の方も結構驚いてる噂が出ております。ありがとうございます。ありがとうございます。ええさてどうしようかな。 さてえー、私の状況ですがあのまあね、まあ、昨日の晩もあれですね一生懸命努力して、はい、もう机の上らが、はい、もうあの。はい あのおかずで抹茶色、抹茶色になっております。じゃ姉妹と一緒で。あ、そうどこがテーブルでどこがごぼうか私わからなくなりまして、思わずテーブルをつついた。そこにごぼうはなかったですね。まあまあこっちになんだごぼうがじゃこっちのこれはと思ってまたつづいたらまたあのマイタケを間違えて、抹茶色食べちゃた。うばかり。こんなことばっかししてますね。 もうほとんどさっきテレビのドラマ見てたら昭和初期のドラマかねあの食卓と私のテーブル同じ色期昭和初期だって今あれドラマやってるのはねえもう本当にそんな色になっててそれにただでさえ茶色いのに。

すったやつをすったやつをんか箸で割ろうとしてもつながってきちゃって粘りがすごいからね栄養がたっぷりですよそれもえりこが皮ごとすった方がいいとかひげを焼いてごをすった方がいいっていうから皮ごとすったら茶色で白くないんだよ茶色なんだよ茶色なんだけどあれ何どどんん色が 茶色の色は増してくるのな。あ増しま、いやそうなそれはちょっとね、そうだんだんもう置いとけばね、少しオイルが参加するかもしれないですけど、でもアクはねあれでも少ない方なんですよ。そうなんですか。せめてトロトロぐらいね白いのが欲しかった。茶色でいいじゃない。体にはいいです。ご飯が茶色になってるんだから。あ、玄米ですからね。全部茶色だ。 いやどれだけ今の食生活になる前でどれだけ大竹さんでレインボーカラーみたいなんかねどんなお色みの食べたの私たちがこの前福井のねお知り合いのアナウンサーさんから言われましたよ朝ヶ谷姉さんまだどどめ色のご飯を食べてるんですか?」って大竹さんがラジオをねラジコか何かで聞いてくださって「ポッドキャストかなまだどどめ色のスープをミホさん召し上がってるんですか?」って大竹さんのせいでミホさんどどめ色の スープ飲んでるって、うんうん、もう伝説みたいになっちってね本当に <laughs> 味噌汁もね、えー もうもうちょっと明るい色にならんかあれはも明るい色って馴染みんですよちょと茶色ベースの方が日本人いいんです茶色がいいですよいいのよそうよ本当ですか血に足ついたものを食べてるのが一番いいですそう引き続き健康的な食事ねまだうちに一本ありますから老竹さん持ちますようになったねもうもうもうまだたくさん余ってるまだ余ってる一週間経ってまだたくさん余ってますまだまだ持ちますからねはい。 もう味噌汁に本当にもうねえトウモロコシでも入れやって入れてやろうかと思ってくるちょっとぐらい黄色が入った方がいい色が色がダメダメってことじゃないですかカラーでそれだから大竹さん今お色味が顔今日の肌色が元いでねで今日もまたサバビカリみたいなねあのブルーのセーターがお似合いでああなんだお前おら看護師かなんだお前 <laughs> 青魚みたいでい,いです、ね、<laughs> 青魚みたな。 青魚ってこんないんだからええ健康的お魚もまだ引き続き食べられてるんですか食べてますよ魚目指しも食ってます目指しね目指し大好きになっちゃって目指し大好きになっちゃって目指しがまたあの焦げもうちょっと焦げた方が美味しいねちょっと香ばしくて香ばしくてねもうだからまあどこに目指しがあるんだかわかんないくらい大丈夫かしらちょっとその上にね

どどどどめいてどどめいろ。じゃないです。みおさんね、もうね。みおさんだって、実家からどどめいろが届いて。どどめいろが届いて、るまあ、ひじきと海苔とか山芋とかね。届いてんじゃねえか。母から、あの、ちょっと荷物をね、あの、届けていただきまして。それだけ、何か他にも送られてきちゃって書いてあるよ。あと、あの、ちょっと本がね、あの、その荷物の中に入ってまして。あの、ゲッターズ飯田さんの。 「縁のつかみ方」っていう本がね急に入ってまして「ご縁の縁」<ら>五円の円なのかな。うん まだ昨日届いたんでまだ読んでないんですけど何かその何か私が男性の縁がないから何か心配してお母さんがまた本入れてくれたんじゃないかなと思ってそうだと思うわよ心配ね四十七になってまだまだ心配されててね申し訳ないなって思ってあいいお母さんだねあそうか美穂さんやっとこ今月で四十九 今月四十八に、四十八になる。もう今月、今月の誕生日ですか。誕生日いきますね。お姉さんにもめってことで、多分送られてきた。そんなことないでしょ私はも全然、もう今やるご縁で十分よ。なんで、なんで、今日、今やるご縁で十分。ですお姉さんがまず読まないと。いや、そんな、んで私が使わなきゃいない。でも、だって、美穂さん思って、お母様が送ってきてくださったんだから、読みますからね、これでね。ありがとうございます。もう、本当に、そういう意味で。 ちょっといいお年頃だからねいやちょっとどころじゃない、うんですけどねちょっとどころじゃないですけどでも私の口からもう超えてるって言いづらい超えてるもんもうこ超えたねなんて言いづらい,ちょっと言い,づらいから超えたねって言いづらいから,いら,いからいちょっといいお年頃じゃないんですよそれ言っちゃってんじゃないですか <laughs> んなんか俺言った今。<laughs> 言いましたよいやいやもうお年頃なんても今はもういくつになったってもそりゃもうねできる人はできるできない人はできる できないでそうよそりゃむむろゆづきさんもね小松さん投げやり投げやり全然今全聞いてなかったじゃないですか何にもない返事だってそんなねじゃないですよ本当にそうか全く全然興味ないじゃないですか興味あるよねあなん何とかねうんいいいい方向にねまあ傾くぐらいはしてほしいよねあ もうすぐ誕生日だろ。誕生日ですよ、そうでまた一人か。また一人かって言われたらあと一人じゃない本当に。困ったわね。本当ゲッターズさんの本ね読むようにね。円の円の掴み方ね。ちでそ読めるんただこいつあのこいつって言い方失礼ですね。ただこいつだこいつって言っちゃいけないんだよね。ただこの方あれだよね。あの。 こう本はたくさん売れてんでしょ。ね売れてるらしいけど。でもしお下くはこの番組ではね、誰の占いも成功してない。ああ当ってないんです。誰も誰のも当たってないっていうね。ああそこがちょっと味噌ついてるっていうか味噌ついてるんで。ゲッターじゃないゲッターズ殺しでおなじみのゴールデンラジオみたいになっちゃいますね。本は売れてますね。たくさんの方が関心を持たれてる。そうですそうですか。はい。分かりました。はい。 はえ今日はお客様もお見えになるから、ちょっと早めではい君改めて今日の新聞一面、これ、読売新聞ですが、自民単独過半数、立憲惨敗、議席減、維新、躍進、第3党にと、おおむねこういう感じの見出しが各紙載ってたんですが、こちら、毎日新聞の社説です、衆院選で自民過半数、首相は謙虚な政権運営をとあります。 えまあ見出しの中で、社説の中の小さな見出しで大物落選は不信の表れとあるんですが就任から1ヶ月足らずの総理には実績がなく安倍・菅政治を変えられるかが焦点だった安倍政権からの9年間では政治に対する国民の信頼が損なわれる事態が相次いだ森友学園をめぐる公文書改ざん問題の再調査や政治と金の問題の取り組みにもまあ岸田総理、消極的だった。 業者への口利き疑惑を抱える甘利氏が小選挙区で敗れたのはこうした姿勢に対する有権者の不信を象徴しているのではないか、うんうん、総理は街頭演説で信頼と強化に基づいて丁寧で寛容な政治を進めたいと訴えたそうであるならば安倍・菅政治の問題点を素直に認め率直に認め脱却することから始めなければならない謙虚で丁寧な政権運営が求められるとあります。うん はい、えー、っとね大物議員がこうね、はいえー、落選したりしている中ではい、はい、まあでもどうなるかわからないけど甘利さんは幹事長だっけ、はい、おおそうなってくると次の幹事長は誰かなと名前が何人か取り沙汰されておりますがまあこれをどういう流れにするのかまあ俺はもう素人だからわかんないけどもまあな まあここにまあ安,倍菅さん安倍さん、菅さんの意向が幹事長に入ってくるのかなと来ないのかなとまあそれをこう岸田さんはどうしようとしてるのかなとねまあそれが次の参議院選に向かってもいろいろなあの問題になってくると思うんだけどもね、はい。 そしてこちらは東京新聞の社説なんですが民意の覚醒が変化を促す政権継続もし厳しい審判という見出しが出ていますがこちら、一部抜粋しますともちろん政権選択の衆議院選挙である以上選挙結果は現政権の継続を意味するただ、それは政権や国会を意のままに運営していいという意味では決してない憲法15条は 国会議員を含む公務員はすべて全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと定める与野党を問わず議員に選ばれた以上支持者だけでなく支持しなかった人たちの意見にも耳を傾けなければなるまい岸田氏が強調する聞く力も本来自民党や与党支持者以外に使われてこそ意味があるとこう書いてあれだよね。はいえー この政権、ね、あの岸田さんになってこういろんなことをやってくれるっていう期待感も、ね、たくさんあります、はい、でも過去をちょっと見ればですね、はい、もうあの辺野古腰痛、ね、それから生活困窮者、はい、原発それから20年以上給料が変わらない変わらないというよりか、ま、ちょっと酒止まりのまんま、はいね、それをみんなは、ま、民意は この自民党に託したってことになるわけだけど本当に過去の問題それに盛りかけもあるね過去の問題を全部クリーンにしていくのっていうことだったらとっても大事だねそれからこう世界が迎えてくる CO2 の問題ねこれを日本はどう対処するのか日米安保の問題この問題もどこまでこうまあね世界はなんか中国とロシアねアメリカと。 民主、ね・主義陣営2つに分かれていく中で日本はどうやって舵を取っていくのか、まあ、いずれにしても20年給料があら上がらないと世界は上がってるところもかなりあると、はい、この中で日本はあの日本丸は経済の面でも生活の面でもどの方向に向かっていけるのか、はい、それでこのままでいいのか問題はたくさんあるね。はい、さあ今日も始めましょう。 はい、改めましてこんにちは大竹誠です今日のパートナーは阿佐姉妹えりこと妹のみほです阿佐姉妹さん今日のメニューの方をお願いします、はい、この後は大竹の言いたい放題今日のゲストは日本子ども支援協会の岩澤忍さんです、うん、日本の里親制度についてお話を伺います1時40分頃からは中継コーナー大竹セタライト月曜日は頑張れレルイヤーのお二人とスタジオからお送りします 2時の時報の後は大竹発見伝ザゴールデンヒストリー今週はお祭り男お祭り女というテーマでお送りします2時25分頃からの大竹メインディッシュ今日のゲストはフリーランスライターの畠山道義さんです昨日投開票が行われた衆議院選挙についてお話を伺います 三時十0分頃からは大竹紳士公有録月曜は経済アナリスト森永卓郎さんです今日はなぜ野党共闘は不発だったのかというテーマでお話をしていただきますはいそして今日のメールテーマはこちらです勝ったり負けたり勝ったり負けたりです 例えば、うん、負け続けたヤクルトがついに優勝しましたとか。はい、小沢一郎さんが負けて驚きましたとか。うん、友人との麻雀勝ったり負けたりですなど。うん、どんな些細なことでも結構です。番組までメールファックスでお送りください。はい、メールアドレスがゴールデンアットマーク J. O. Q. R. ドットネット。 GOLDEN アットマーク JOQR.NET <noise> ファックス番号が東京0354031151東京0354031151です。 なおいただいたメールファックスの中から抽選で毎日一名様にハリコのまこちゃんをプレゼント当選者は番組のエンディングで発表しますさらに番組中大竹さんと阿佐ヶ谷姉妹がこれはと思うお便りメッセージの方にはプレミアムハリコ怒りのまこちゃんをその都度プレゼントしますこの後は大竹の言いたい放題です